国防と資源大博覧会は、姫路市の姫路城に当時進駐していた陸軍第十士団姫路総古敷地において1936年4月1日から5月10日まで開催された博覧会である。姫路線の全通を記念して挙行され、期間中に42万7844人の入場者があった。博覧会総裁は、茅野宮常則利 当時の世相を反映し、陸、海軍の最新兵器と諸外国の軍備の状況が分かる、ジオラマ展示、民間防衛の参考になる、防空壕などの構築方法の展示、戦車、大砲、戦闘機、爆撃機などの実物展示、潜水艦船防鏡を実際に覗く装置や、軍艦模型の無線操縦など現在でいうところの、シミュレーターを用いた体感展示など、 国民の挙国体制への理解を深める目的で開催された。また、資源の名の通り戦略資源を日本が諸外国からいかに得ているかの展示、貴金属類の現地での即買い取りなども行われた。博覧会期間中、姫路港において、両26型潜水艦の展示公開、体験登場が行われ、博覧会の跡地は現在は、姫路動物園を及び、 遊園地として整備されている。元来は、秘密戦の開通を祝賀する式典として、姫路市及び商工会などが祝賀式として、開催を企画したものが公式の祝賀式が、津山市にて開催されることになったことを受けて、対抗策として、軍部の協賛を取り付けて、博覧会として開催された。なお、昭和十一年には同じ姫路線の全通記念として、 産業振興大博覧会が岡山県津山市で開催されたのをはじめとし、他にも各地で様々な地方博覧会が開催された。ワールドエキスポリストに詳細な一覧がある。ありがとうございます。